どうもナオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は新しいダウンロードコンテンツの仲間を入手したいと思います。その仲間っていうのがクエストのこれですね。東の都に咲く火炎かな。そしてこれ、神の本質、悪魔の真意、この2つなんですけども、まあ、とりあえずレベルの低いこっち側から行ってみようと思います。場所はね、ここなんですよね。港区の、まあ、この辺りにおります。はい。まあ、もちろん戦うと思うんですけども、行ってみましょうか。話によると、まずは大山積みを倒してこいっていうことなので、ここを倒しに行きます。場所ですけども、この辺りですね。港区のこの辺りにおります。まあまあまあ、こいつ分かりやすかったんで覚えてる人も多いでしょう。最初はねちょっとこれ全く手がつけられなかったんだけども、まあレベル99になれば全く問題ないでしょう。余裕で勝てると思うけどね。ワンパンいけるんじゃない。いや無理か。ああさすがにさすがにちょっと勝て。あ、主人公のスキルなんかは、全然上げておりません。上げてないっていうか触ってない、うん、それもちょっと触っていかなきゃいけないんだけどね。はい、余裕。大山積みを倒した後にこの花咲く矢と戦うことができますね。まあ余裕でしょう。レベル47なので全く問題なくいけると思います。いやまあこれオートでいけるわ。能力値上げなくとも全然余裕ですよ。余裕で、ダウンロードコンテンツ新しいキャラクターの一人、この花咲く矢が仲間になりました。ではもう一体いきましょう。で、次の仲間はこいつですね。レベルが70後半となかなか高いので、かなり使えるキャラクターだとは思います。ちなみにいる場所ですけども、港区のこの辺りとなっております。はい、また同じく、倒してこいっていうことなので倒しに行きますね。いましたね。場所はここですね。交流のクエストを受けた場所、あそこと同じところです。では行ってみましょう。こいつのレベルが、70後半みたいなのでおそらく強いんだよな。うん、強いっていうか HP が高い。うん、このタイプ嫌いなんですよね。ものすごい戦いにくい。MP がね、すぐ枯渇してしまうんで、やっぱりね、かなり HP が高い。主人公もね、変えていかないとね。これちょっとスキル使っていかないと、ちょっと時間かかりすぎますね。結構強い。おお、マジか。これちょっとオートじゃ無理だ。うん、回心を使っていきましょう。で、MP はまあまあまああるか。半分以上はこれで削れますね。 MP もまあまあそれなりにあるので大丈夫かな。多分敵の攻撃では半分ぐらいしか減らないだろうし。 OK、 次のターンぐらいで倒せる。お、ちょっと待ってちょっと待って、強えぞ。かなり強いぞ。まあまあでも
これで倒せば問題ないのでいけますね。いやでもこの強さは仲間にすると相当いいんじゃない？魔人ダグザ仲間になりました。それではどんな感じかちょっと見てみましょうか。ダグザは、お、耐性素晴らしいね。耐性素晴らしい。うん。これはなかなか使えそうだよ。でもって、ネクストで、ギガ覚える。あ、で、物理無効も覚えるんで、お得か。はいはいはい。もう、3つ耐性を入れた方がいいのかな。3つ耐性入れて、ラスタキャンディー最初から持ってる。あ、使いやすい。で、思考の魔弾か。まあ、物理系の、弱点無視して攻撃するやつを入れていった方がいいのかな。物理特化にした方が良さそう。力が85。おお、これは110ぐらいまで増えそうですね。はいはい、あ、こいつはちょっと物理特化で、スタメンで使えそうですね。で、そして、この花咲夜ですけども、まあ、波っていうところですかね。うん、耐性はそうでもない。はい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 、はい、強いぞ。めちゃくちゃいいじゃん。HP と MP まで、回復して、全能力を1ターン。あ、一段階上げる。おうおう、回復のプレロマもついてるし、あ、使いやすそうだな。あ、ヒーラーとして、この花咲夜は良さそうだね。まあ、耐性はちょっとね、考えないといけないですけども、あ、MP が回復するっていうのは、すごく、いいと思いますね。デカジャオン。なるほど。全体をね、全体を下げるわけか。あ、なるほど。OK, OK, OK. この花咲夜も、かなり使えそうです。ダグザも、もちろん。この2体はかなりいい感じっぽいね。はい、ということで今日は新しいダウンロードコンテンツの2体の仲間をゲットしてみました。2体ともかなり使えそうなのでレベル99にして理想的なスキルをつけていきたいと思います。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。